ペーストリーブレンダーペーストリーブレンダーはハードな脂肪をペーストリーに混ぜ込むために使用される調理器具である。この道具は通例ハンドルに取り付けられた金属片あるいは針金で作られており混ぜられるものに押し付けられて使用される。またこれら脂肪を粉砕するためにも用いられる。この段階での脂肪の小麦粉への混ぜ込みはペーストリーを パン生地に固めるのに必要な水の量に影響を及ぼす。ペーストリーブレンダーを使用することの代替法はいくつかある。一つは種子の先で脂肪を小麦粉の中に練り込むことであり、ただしこれには良いタッチがあることと脂肪を溶かさずに小麦粉の中に練り込むその方法を知っていることが必要である。もう一つはテーブルナイフ二丁を両手にそれぞれ一丁ずつ持ち、 ハサミのように使用することである。三つ目は、フードプロセッサーを使用することである。ABC フランク、シャロン、ペストリーブレンダーズ、ベスト、テステッドパイ、メイキングツールズ、グッドハウスキーピング、2011年2月22日、閲覧、ありがとうございます。